すごく打ちのめされたっていう現場はどこだったんですか？やっぱガザですね。やっぱりあの映画の中でも言ってますけれども、やっぱりそのまずその対立があまりにも長すぎて、うん、もうなんか空爆1回2回あってもニュースにもならなくなっちゃうくらい、でそれはまあ我々の責任でもあるんですけど、それをニュースにし続けなくちゃいけないんですけれども、うん、でも現地の人たちも慣れちゃってるんですよ、うん、だからこの横で人が死のうが、その家族もろとも全員殺されようが、うん、なんかそれが日常になっちゃってるっていう、そのなんかだから激しい現場ではないんですね実は、うんうんうん、もう当然その空爆現場とか言ったら激しいんですけれども、むしろその激しい現場よりもその激しい現場のすぐ隣で何事もなかったかのように生活していることの方がいかに恐ろしいかっていう、それがすごい衝撃で。